私たち今いるアイドル週末ヒロインももいろクローバー Z。 さあということで皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、2021年、はい、もう終盤ですけれども、早いね。やばいやばい、もう終わっちゃうよ、うん、でも歌合戦待ってますから。そうですね、そうなんです、はい、今年もね12月31日に第5回桃色歌合戦やらせていただきま す, す、ありがとうございます。ありがとうございます。もう5回目ですよ。すごいよね。すごいね、うん、年々豪華になってくるゲストさんたちがさ、本当にいつ見てもこんなきらびやかというか、うん、盛りだくさんで今年もね楽しみですね。これがないとね、うん、年は越せないですね。そうなんですよね。その準備中でございますけれども、はいはい、なんで本日私たちがこんなに素敵なこう、はい、きっちりとした格好をさせていただいてるのかと言いますと、はい、私服じゃないのみんな、はい、ね、絶対着ないでしょ私服で。いやみんな本当はだってしっかりしてるんだよっていうさ確かにね、まあ、ね、服と嘘でも言いたいところなんですが、はい、去年も実施して大好評だった品川プリンスホテルさんとの一夜限りのコラボがなんと今年も決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。それで今日はですね、ホテル館内で流れる動画だったり写真撮影をして今ちょうど終えたところなんですね。どうですか、似合ってますか。ちょっと年相に見える、見えるんじゃない私たちも。すごい前に出てお願いします。いいよ、いらっしゃいませ。高木蓮でございます。年相かどうかちょっと分かんないけどな、うん、いやでも ね、 あのね、ということでですね、ここからは品川プリンスホテルさんとの一夜限りのコラボ、うん、桃色歌合戦前夜全室貸切特別宿泊プランの魅力を皆様にお伝えしたいと思います。イエーイ、伝えていきましょう。はい、じゃあまずはかのこちゃんお願いします。はい、かしこまりました入ってるね、はい、入ってるよ。このプランはですね、品川プリンスホテル N タワーを全室貸し切りにした桃色歌合戦前夜、全室貸し切り特別宿泊プラン、はい、その名も品川プリンセスホテル M タワーでございます。イエーイ、はいはい、なんと館内アナウンスやインフォメーション映像が一夜限り全部私たち桃色クローバー Z バージョン、うん、に変身いたしますということで。これはすごいことですよね。本当規模が大きかったもん ね、 ね、嬉しかったし、ね、やっぱ物の下もすごい楽しんでくださってるっていうのが ね、 ね、伝わってきて、楽しかったって聞いたもん ね、 ね、これはね、あの昨年もやらせていただいたんですけれども、はい、うんうん、今年も引き続き楽しんでいただけるということで、うん、やっぱりコラボっていうことで、はい、今日もいろんな素材撮りましたけど、撮りました、うん、ね、本当かなり去年もですけどいろんなことやらせていただいて、うん、ちょっとみんなのことをさ、うん、まあ、大晦日ってやっぱ結構睡眠時間とか、うん、まあ、取らないのもさ大晦日らしいなって感じだけどさ、ね、ね、いやでも生配信が、あのこう桃色歌合戦が結構長いですから、うん、そうなのよ、寝とかないといけないよ。確かに、ね、でも寝かせないからね、そんな簡単に確かにいろんなイベント盛りだくさんだったもんね、うん、去年も。そうだね、うん、寝かせないぞって感じじゃないですか、はい、今年もね、すいません、その感じでございます企画やね、グッズ盛りだくさんになっております。はい、はい、さあそしてですね、うん、まずはももクロ水族館っていうのがありまして、はい、こちらはどんなイベントなのか玉井さん説明お願いします。わかりました。ももクロ、うん、水族館とは桃田かな子が水槽で泳ぎまくっている水族館です。そうそう、セクシーな水着なんか着ちゃってって、おーい、あ、素晴らしいドイツ語。ありがとうございます。はい、やめてください、違いますよ、まあ、真面目にお伝えするとですね、はい、こちらです。最初から、はい、色お魚子、じゃーん、お魚子、お魚子、いいね、違う ねそういうの入れ込んでこないでお魚子絶対言いたかった、まあ、お魚子見たい方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、うん、ね、こちらですね、ももクロ水族館ももクロインマクセルアクアパーク品川とはですね、今年の春ぐらいにですね、うん、実施させていただきましたももクロ水族館が1日限りの復活をいたします。はい、ちょっとこれ本当にテンション上がったんですよ。すごいね、はい、感動したよ、見させてもらいました。当日はですね、アクアパーク品川閉館後の夜8時くらいから品川プリンスホテル M タワーにご宿泊のお客様限定で入場できる水族館です、うん、館内の音楽がももクロの楽曲になっていたりして、うん、お魚さん、クラゲさん、そしてイルカちゃんも私たちの楽曲で優雅に踊っちゃいますよ。はい、それと館内にある2つのアトラクションも ももクロバージョンに変身いたします。すごい、うん、ね、イルカショーは私たちも実際にコラボを、うん、あの実際にこう生でね、うん、ね、
イルカさんとコラボレーションで歌わせていただいたりとかも、うん、5月とかだったっけ、ね、そうだね、スライムやったもんね、本当に感動したよね、それが一夜限り泊まった方だけ見られるという、ね、イルカさんのショー本当に素敵なので、ね、たくさんの方々に見ていただきたいんですが、はい、皆さんところで宿泊者限定グッズっていうものが気になりませんか？確かに気になります。私はどんなのが出るのかと言いますと、こちらでございます。はい、グッズは5点のラインナップとなっております、まず第5回桃色たがせの T シャツ、うん、そして桃色クローバー Z の年賀カード、うん、品川プリンセスホテル M タワーオリジナルステッカー、うん、品川プリンセスホテル M タワー宿泊者専用ネックストラップというね5点に、品川プリンセスホテル M タワーのクリアファイルもついてきます。素晴らしい、はい、こんなラインナップになってるんですが、まず一つずつ詳しく説明していきますと、はい、まずはじゃじゃん、こちら、超激レアものです。超激レアもの、はい、超激レアものなんですが、第5回桃色たがせの T シャツです。あ、それってさ、私たちも着てたけど赤と白だったやつだよね。そうだった、そうなの、そうなの、うん、ピンクがもらえちゃうってこと。そう、ピンクがもらえちゃうんですよ。うわ、レア、激レアなので、ぜひぜひね、これを着て翌日の武道館に、うん、なんか早速とねお越しいただいたら確かに、あ、だったらなんかどっちが勝っても喜べるもんね。確かに、そう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 、注目の的ですね、これは。はい、注目の的でございます。続いてこちらですね、はい、ネックストラップです。お、はい、こちらはチケットホルダーなんかにもなるので、あの歌合戦のチケット入れたりだとか、今後もねももクロのライブなどにお越しいただいた際にチケットこちらに入れていただけたら嬉しいなと思います、うん、ちょっとシナプリならではのちょっと上品なね、落ち着いたデザインになっておりますので、いいね、はい、ぜひぜひお願いします、うんうん、ということで、以上ですね、こちらグッズの紹介は以上となります。なるほど、はい、もうね、ここまででもたくさんあるんですけれども、さらにこちらね、もののふさんも気になっている方多いんじゃないでしょうか、こちらの情報です。でね、はい、12月30日木曜深夜、客室のテレビでシークレットトーク&抽選会を生放送させていただきます。イエーイ。あ、去年もやったやつじゃない、うん、そうだね、こう、あのね、まあ、私たちもリハーサルを前日しているので、そのリハーサルが終わった後にね、こう、あのシークレットトークと、うん、そして抽選会、去年もやったよね、うん、やった。そう、抽選会はね、皆さんにプレゼントが当たる抽選会を行います。それでこう抽選 の、 あの商品っていうのももうここで発表しちゃいます、うん、はい、はい、4つに分かれていまして、うん、一番特上松、ももクロ各メンバーの直筆書き初め&生電話ということで、こちらあのメンバー1人ずつね、うん、はい、4名様に当たります、はい、そして次、竹シナプリ M タワー客室担当スカーフかっこレプリカ、各メンバー直筆サイン入り、こちらもね、各あの1つずつなので4名様にプレゼントします。これ今私たちがつけてるやつ、うん、ね、本当特別バージョン、今日のために作っていただいたやつなんですけれども、いい、ね、こちらをね4名様にプレゼントします。そして梅シナプリ M タワー各メンバー等身大パネルメンバー直筆サイン入りを4名様にプレゼントします。等身大パネル、すごいね、これすごい、うんうん、ちょっと待って、でも等身大さパネル的な、うん、前アクリルスタンドみたいなやつ、うん、ありました、ね、あった、はい、あれちょっと受け取れないって引き返されたことあるんですけど大丈夫かな、ちょっと場所取りますからね。そうですね、本さん、やっぱそういうちょっとトラウマにそうですね、でもその方もやっぱ自分よりもっていう、うん、そうだね、そうそう、思いがこもった、そうだね、はい、あの引き返しだったんですけれども、うん、そんなことがあったらまたお問い合わせしていただいて、そうですね、でどうか1回で受け取ってもらえるといいね、まあまあそうですね、はい、ちょっと不安もありますが、はい、で大体こういうのって松竹梅の3段なんですけど、うん、はい、なんと4つ目もあります。これなんて読みますか、うん、かなこちゃん、なんて読みますか。これだってあーちゃんがさ、うん、ずっとさ、しいたけしいたけって言っててさ、しいたけと思ってたんだけど、松竹梅しいたけです、うん、違います。それでもね、可愛いけど、はい、竹です。あ、え、方向性合ってる、竹だよね、竹、キノコじゃないの、あ、まあ、キノコでもいいです読み方は何でもいいってこと、竹が2個あるじゃん、竹が2つになっちゃうか、そうだね、じゃあ松竹梅キノコでいきたいと思います。松竹梅キノコ、なんでキノコいい、はい、一番4つ目、キノコはですね、キノコでいこう、ナポリ M タワーポケットチーフ、あ、同じあのこの
カーフと同じデザインのちょっと小さめ。あ、かわいい。でもバッグとかにつけられるね。こうやってクシュクシュってこういうとこ入れるやつ、ね、うんうん、とかまあでもそう、レンちゃんの言う通りバッグでもね、かわいいよね、かわいく結んで紐のとこピピュってつけたりとかできる、うん、ポケットチーフをこちらは10名様にプレゼントいたします。はーい、はーい、お願いします。すごいですね、盛りだくさんですね。盛りだくさん。はい、ということでここまでですね、品川プリンセスホテル M タワーの魅力をお伝えしてきましたが、ここで朗報です。何ですか？ピコンピコンピコン、じゃん、うん、第2次抽選販売が決定しました。はい、第2次ということで詳しい情報はですね、うん、こちらとなっております。はい、まだ行ける可能性、宿泊できる可能性があるんですね。そうなんです、うん、ありますよ。こちら情報になるんですけれども、12月17日の18時から、販売開始、受付開始となります。詳しくは JTB さんのホームページにプランの詳細やお申し込み内容、書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。前回の抽選の時にはまだ予定がさ、はい、分かんないなっていう方とかもいらっしゃったと思うけど、そうだね、ね、はい、もう間近になって皆さんどうしようか悩んでる方はぜひぜひ、ぜひ皆さんちょっとねスケジュールなどを照らし合わせながら、お考えいただけたらと思います。それでは今年もまだまだ盛り上がっていきましょう。以上、私たち今井のアイドル週末ヒロイン桃色クローバー